この繰り返しのところをね、皆さん一緒に歌ってください。手拍子なんかもね、いいと思います。それからね、このあずみ節っていうのはね、知ってる範囲では私200曲ぐらいありますがね、各土地土地にその土地のあずみ節があるんですよ。それで、例えば穂高だとね、さあ一夜ほたかのわさびとなりて、今日の小町を今日の小町を泣かせたや。はい、ここでね、泣かせたや泣かせたやと皆さん一緒に歌うわけですね。泣かせたや泣かせたやチョコサイコラコイ、昇る情念と吉名口の一の沢辺は一の沢辺は夏桜、夏桜夏桜チョコサイコラコイ。お送りしました、あずみ節ですね。あずみ野のね、今度来年 の、 朝のドラマでね、あずみ野 の、 ドラマだそうですけど、私がこの着てるって言いますか、着物ですけど、それから下の方へ入ってるのがね、ちょっと袴みたいでしょ、雪袴っていうんですね。あずみ6月まだ風寒い、田植え布の子に、あ、失礼しました。雪バカマと入るんですね。雪バカマ、雪バカマね、そんな曲があります。それからね、小さなお堂ですけどね、テーマソングがあるんですね。小さなお堂にテーマソングがあるってちょっと変でしょ。私が去年ね、奉納したんですね。それをお聞かせしましょう。オーバーコーター、新オーバーコーターって言います。
します。品川松川でお乗りのお客様、車内に忘れ物などございませんようお気をつけください。本日はリゾートビューフルさんにご乗車いただきましてありがとうございました。停車時間が短いためお乗りのお客様以外は列車から下車されませんようお気をつけください。